はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ現在猫ツアー後半戦、ピンクゴールドピーチカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在1コース目まで終えた段階でリーグ72で7位というところにつけております。今日は動画としましてはピンクゴールドピーチカップの2コース目、ベビーパーク X、 こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあお知らせやってきてますね。次回のツアー予告でございます。こんな感じ、メトロポリタンツアーとなっておりますけども、メトロポリタンって何を指してるんだろうかちょっと無知で申し訳ないですけどもね。なんだっけ、このソーセージルイージと、これはコックロゼッタでしょうかねっていうところが、ピックアップされてるみたいですけども、まあこちらのツアーもね楽しみだなというところですね。はい、ということで今回はベビーパーク X 新登場コースになっておりますけども、環境的にはこんな感じでね、皆さんここまで下見動画から見ていただいてると思いますけども、こちらのですね猫ルイージを奇跡的に獲得するということになりまして、下見の時にギガボム兵フィーバーまでね出せて、なんとも嬉しい状態になってるんですけども、もう一つ所持しているエンジェルベビーピーチを強化したくないなと思っていたところなので、まあラッキーな引きだったなというところでございます。まあ本来このコースに関しましては、武者マリオか、ピンク兵法をね使うのが本当は点数出しやすいんじゃないかなとは思うんですけども、まあちょっと持っていないのでね。お、ソーセージルイージがレーダー宝禅ルイージっていうんですね。レーダー宝禅、ルイージ、まあこちらが次回ピックアップされるみたいですけども、トリプルダッシュキノコはいらないなっていう感じですよね。さて今回はこちらの猫ルイージ少し強化していきたいと思います。どうぞ。はい、ということでレベル3ポイント解放1段階かまでやってきたということで、今回はこの猫ルイージで走り込んでいきたいと思います。お願いします。マシン行きましょう。マシンはこちらジュークライド、さすが有料コンテンツっていうお話をね下見の時もしましたけども、レベル7ポイント解放2段階ジャンプアクション系でございます。ただベビーパーク X そんなにジャンプアクションがあるわけじゃないので、本来このマシンがおあつらえ向きというわけではないですよね。グライダー行きましょう。グライダーはやっぱりこちらパターウィングですかね。こちら今回3コース目でも最適性来てるところなので、強化できるなって方は狙ってみていただいてもいいんじゃないのかなとなっております。では、新登場コースベビーパーク X 一応すべて最適性を揃えることができて、レベル3、レベル7、レベル5と、ネコルイージの躍動感すごいな。画面から溢れてるもんな。どうしようかな、サムネにするときどこで切ろうかなとか考えちゃうんですけども、やっていきましょう。はい、1レース目いきましょう。さあマシンがレベル7、そしてグライダーがレベル5ということですから、まあ、それなりにですね、コンボはつながるだろうし、点数は稼げるだろうというところなんですけども、よいしょ、これわー、あ、全然ギガボム兵追い抜いちゃった。はいはい、やったみんな、さらば。あれ、思ったほどさらばしてないぞ。なんだこいつら。よいしょー、やったー、1位ださあ目標の点数ですけども、3万点をまず目指そうかなというふうに思ってます。下見の点数22000点、その時は、ネコルイージのレベルもまだ1だったので、なんとか3万点をまず取りたいなって思ってるところでございますが、特に大きなフィーバーは来ずに1レース目進みましたけども、やばい、やった、おー、新記録は出ましたね。はい、ということで下見の記録を3500点ほど、まあ猫ルイージを強化したポテンシャルでここまで上がったのかなというところでございます。フルコンボアクション数116というところです。ノーマルのベビーパークはね全部で5周するという形でしたけども、エクストリーム系は3周というところで、まあアイテムの、どこにあるかとか数とかその辺はね理解しながら走っていくのがいいんじゃないのかなというところで、目標3万点悪くないと思います。やっていきます。お、リーグ順位が1つ上がりましたね。これはありがたい。まあなんとか4位以内、そして3位に少しでも近づけるように頑張りたいところですね。はい、3レース目いきましょう。
よーし、いいフィーバー出た。頑張ってもらおう。当たらねえな。当たった当たった。だいぶ蹴散らしましたね。しかし前を優秀優秀。あ、さあ3レース目にして初フィーバーだったので大事にしていきたいところですけども、なぜかホームストレートのジャンプアクションを逃すという謎の展開を。おっと、これはバナナはいいぞ。このコース、単純だからね。コースがバナナは仕事してくれるはず。してるね、後ろで見る見る。よし、ここでアイテムチケット。全然良くないけど、うわー、まあ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 ラッキーかな。よし、記録出そうだ。どこまで行く。惜しい。伸ばした伸ばした。オッケー、いい感じですね。3130点ぐらい伸ばしたというところで3万点も近づいてきました。フルコンボアクション数136、先ほどよりも大幅に増えたというところになりました。ギガボム兵フィーバーとバナナフィーバーでこの点数というところで、これを超えるのはなかなか大変かもしれないですけども、目指して走り込んでいきたいと思います。順位も上がるかな。よし、よしよしよし、5位の方6位の方を抜いて4位というところになりました。ちょっと3位2位1位それぞれねレベル高すぎる気もするんですけども、少しでも自分の点数を上げておけるようにしていきたいと思います。はい、4レース目いきましょう。よし、アイテム的にどうかな、タイミングがいけっかな。さあここでもう一回、なんかもったいないゴールだけど超えた。オッケー、目標は達成ですね。しかしこのコースでコイン101はすごいな。そんなにコイン落ちてたっていう感じですけども、まあ、ジャンプアクション中に3つずつ並んでるコインをね、このレースに関しては比較的効率よく取れてたので良かったのかなと思います。最後ちょっと謎のコンボ逃ししてますね。143アクションずっと繋いでるのに最後コンボ途切れてるっていうね、ちょっとあのジャンプアクション2回分ぐらい、そうだな、250点ぐらい損してる気はしますけども、まあ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 、それは今後のレースで取り返しましょう。 OK です。はい、5レース目いきましょう。おほほほ、
でもこのレースはどうだろうな。ちょっと同じタイミングでコインフィーバー来たけど、お、抜かれてんな。なんでなんで。はい、こっから最後のアクションちゃんとしたけど、ちょっとこのレースはコインフィーバー来たけどって感じでしたね。はい、11レース目いきましょう。いいかもね、いいかもよ、いいかもよ、頑張ろうね。誰に言っとんの。いや微妙か。くー、しょっぱいラストアイテム、あとはコインの取得率がいまいち。どうだ、超えた、超えた、よかった。はい、11レース目久々の更新ということで801点更新しました。よかった。フルコンボアクション数147、うん、先ほどより少し本当にまさにアクションが増えたというところになりました。さっき逃したジャンプアクション分以上は今回回収できたかな。やっぱバナナフィーバーとコインフィーバーっていうのは非常に、うん、ポイント獲得効率がいいアクション、いいフィーバーが2つ連なったかなというところでした。20レースは走り込んでさらなる高得点狙っていきたいと思います。頑張ります。はい、15レース目いきましょう。今のすげえチャンスだったな、もったいな。はい、18レース目いきましょう。Yeah.
惜しい点数でしたね、これも。はい、20レース目、今回はこれで終わりにしたいと思います。まあ、下位からスタートしても、結構いろいろと面白く展開できるのがこのコースかなと思ってはいるんですけども、コインいっぱい取れるかな、でかいと。多少関係ありそうですね。まあ、コインはね、今2枚しか取れなかったですけども、やっぱあそこで確実にね、やっぱ3枚ずつ取っていくっていうのが大事かな。ここ、こういうとこね。よいしょ。しっかり3枚取ってミニターボも出すと。で、ここも3枚ずつ。3枚。3枚。こういうのが、このコースで点数出す上では、まあ大事な要素かな。こんな感じですね。うまくいくときもあります。はい。さあ、あっという間に3周目です。ミニターボ1回。2回。もう一度出しながら3枚取るみたいな感じですかね。で、ここでも3枚、3枚、確実に飛んで、3枚、よーし。まあ、走った悪くなかったですね。点数はね、こんなことを繰り返しながら20レースやってきたって感じですね。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。今回はベビーパーク X 走り込んでいきました。内容いかがだったでしょうか。今回は点数31,015点というところになりまして、なんとか目標の3万点を超えて、さらにね 2,3 回記録を更新することもできました。コースとしてはいくらエクストリーム系とはいえ、初戦というのは悪い意味ではなくて、ベビーパークなので単純なことの繰り返しにはどうしてもなってしまいます。コインフィーバー等を狙うのであれば、やっぱり、1位を独走する。そしてこのコースに関しましては、ブーメランフラワーを使っている方などもたくさんいると思いますので、まあ、そういう方はね、できるだけ多くのマシンを巻き込んで、事故を作ってコインもたくさん巻き上げるみたいなね、形で高得点狙えるんじゃないのかなというふうに思います。走り自体は本当に単調。3周。コインを確実に取りながら周回していくという形になるんじゃないのかなというふうに思います。ということで、今回の動画の内容、走り点数等ですね、良かったよって思ってくださる方はぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。いやー、ピンクゴールドピーチカップも残すところあと1コースのみとなってしまいました。できるだけ、上の順位でゴールできるように頑張ってやっていきたいと思いますので、次回の動画も楽しみにしていてください。今日は以上です。失礼します。